ヒカキン TV Everyday。 どうもヒカキンです。ついにこの日がやってきました。本日世界一辛いデスソースを手に入れました。それがこちら、ウルトラデスソース。はい、こちら数あるデスソースの中で世界一辛いウルトラデスソースでございます。通常日本では売ってません。ネットで取り寄せました。おそらく皆さん馴染みのあるのがこちらではないでしょうか。まあ、ドンキホーテとかビレッジヴァンガードとかね、日本で売ってる中では一番辛い、サドンデスソース。まあ、今まで僕はこれ舐めてね、何回も死にかけてるんですけど、ちょっとこの二つの辛さ調べてみたんですが、辛さというのはスコビルという単位で表されるみたいなんですが、こちらのサドンデスソースは10万スコビルと言われてます。まあ、僕は生涯これより辛いものは食べたことがありません。それで10万スコビル。で、今回ゲットしたこのウルトラデスソース調べてみたら、ちょっとね、血の気が引きました。なんか冷や汗出てきました。なんと、その辛さ、117万3000スコビル。まあ、だから単純に計算すると、このサドンデスソースの 11.7 倍くらい辛いってことですよね。もうこのおっちゃんの顔が全てを物語ってます。お前辛さ舐めてっと痛い目見るぜって顔してるじゃないですか。さあ開けてみます。ちゃんと箱に入ってんだよね。あ、来た来た来た。うーやべえ色してる。なんかもう黒いんですけど、微妙にサドンデスソースと比べるとこんなに違う。これが11倍の辛さか。さあまずは香りからですね。香り、もうなんか黒いの溜まってるもん上の方に。これ110万スコビルの世界へ。まあ、いわゆるデスソースの匂いなんですけど、ますます薬品じみてきてる。で、今回ね、おそらくその辛さに耐えられないと思ったんで、はい、こちら、レモン用意しました。レモンをね、一気にガーンってかじると、辛さをね、結構、かき消せるんですよ。ちょっとカットしておきます。4等分くらいにね。オッケー。それではいきます。ほんのちょっとにしとかないとね。ちょっとよ。こんくらいしとこ、こんくらいしとこ、こんくらいしとこ、こんくらいしとこ。やばいからこんくらいしときます。はい。こんくらい。ラー油ちょっとみたいな感じですね。怖えよ。怖いよ。それでは、世界一のデスソース。110万の辛さ。いただきます。食べたらやっとちょっと収まってきた。ガーガー辛いよ。氷舐めながらですいません。間違いなくね、10倍以上に感じる。痛い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 
今の僕のリアクションを見て大げさだなって思ったあなた、舐めさせてあげたいよこれ。もしこれを大きいスプーンいっぱいにバクとか食べたりゴクって飲んだりしたら天国行きじゃねえかこれは。って辛さです。もうね、調味料じゃないこれ、薬品これ。もう牛乳が冷たいんだかあったかいんだかよくわかんないような感じになっちゃってる、口の中が。 YouTube でウルトラデスソースって検索すると、こう外国人の方がこうスプーンいっぱいに出してベロッと食べてゴクってやってのた打ち回る動画とかあるんですけど、そのヤバさがわかりましたね。これ間違いなく救急車で運ばれる、一気に食べたら。罰ゲームで使えないレベルですねこれ。いよいよちょっと厳重に保管したいと思います。ただね、世界にはもっともっと辛いねソースとかあるみたいなんで、これからももっと辛いものを探して、激辛ハンターヒカキンとして、もっと上を目指していこうと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はビンボン、じゃんけんポン。バイ。私ヒカキンのツイッター、ライン、インスタグラム、バイン、ツイキャス、フェイスブック、その他ヒカキングッズや他の YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そしてこのヒカキン TV では私ヒカキンにやってほしいことを募集中。概要欄のリクエストフォームからぜひ。最後に画面下のチャンネル登録ボタンを押してー。だらく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 。